ご安全に。ご安全に。らしいですね。ありがとうございます。よ。はい、今日も、はい、予選日、ブリヂストンステージにお越しいただきまして皆さん本当にありがとうございます。はい、今日私たちはですね、昨日とまた違ったとても可愛らしいもう一つの夏コスチュームとなりますので、今日もたくさん皆さんお写真撮ってください。本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。同じく2023コベルコガールズのさくちゃんこと林さくらです。せーの、さくちゃん。はい、さくら分あってありがとうございます。一部からよっていう風にね、なんかすごいフランクな挨拶があったんですけども、はい、今日も朝早くからね、このブリヂストンブースに、ね、私たちのために長くお持ちいただき本当にありがとうございます。今日もね、皆さんお楽しみのあれがありますので、ぜひね、ゲットする準備をしてお待ちください。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。はい、皆さん元気なご挨拶ありがとうございます。2023コベルコガールズのななみんこと宮瀬ななみです。ななみん、ありがとう。へへ、ありがとうございます。ちょっと一瞬回ったので戻りましょう、コードが。はい、ということで今日もね、決勝日元気いっぱいのななみんです。GT が久しぶりですごい楽しみだったっていう話をしてたんですけど、本当にこんなにたくさんの皆さんが駆けつけてくれて、モータースポーツのね、楽しみを改めて感じているところです。今日は決勝レースなので、皆さんこの朝一のステージから一番盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとう。皆さんおはようございます。2023サードイメージガールの木村楓です。はい、どうありがとう。と、先日行われたレースクイーン大賞2023で新人部門のグランプリを受賞することができました。ありがとうございます。と、みんなの応援のおかげで私にとって一生忘れられない素敵な夏になりました。これからもグランプリの名に恥じないレースクイーンになれるように努力していきますので、皆さんずっとずっとそばで応援してくれたら嬉しいです。はい、皆さんこんにちは。おはようございます。2023若松ガールズの生田チームです。はい、ありがとうございます。ちょっとまだ寝てるみたいです。はい、今日も一日たくさんのスケジュールがあるので一緒に盛り上がっていきましょう。今日は決勝レースがあってすごく楽しみなので、一緒に皆さんと応援できればと思います。ブリヂストンのタイヤにも、注目していきましょう。よろしくお願いします。2023ワコーズガールズの滝川めぐです。ありがとうございます。昨日チムチム言ってくれた日焼け止め、今日寝てて 言わなかったので私の方から告知したいと思います。カーズブースでワコーズさんから出てます日焼け止め売ってます。これ本当にね、焼けないので、今日も日差しが強いので、ぜひ日焼け止めを塗って、皆さんも日焼けすると本当に疲れちゃうので、疲れないようにぜひワコーズの日焼け止め使ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっといつものなんかお約束のやつもあるというふうに聞いてるんですけれども、お願いしちゃってもいいでしょうか。はい、ありがとうございます。2023年はジャパンラグビーリーグワンに所属するコベルコ神戸スティーラーズの応援もしていくべく、私たちなりのラグビースタイルを皆さんにお届けしたいと思います。コベルコ神戸スティーラーズはどんな逆境も笑顔で乗り越え、見る者に熱い炎を灯していきます。せーの、ゴーゴー神戸、神戸スティーラーズ。はい、熱い応援をお願いします。かわいい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっとラグビーボールゲットされた皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、すごい。
よかったですね。はい、このラグビー、今ブルーのコベルコバージョンなんですけども、はい、もうあとね残りわずかなので、はい、もうねなるべく早いうちにゲットの方をねお願いいたします。さくちゃん、でも残りわずかって、はい、まだ中盤戦ですけれども、はい、残りはどうするんですか。残りはですね、うん、別バージョンのものが登場するので、はい、って言ってる方がいる。これは、はい、なんでぜひそちらもお楽しみに。はい、ありがとうございます。ぜひね皆さん早めにゲットしていただければと思います。じゃあそれではもうねカメラマンの皆さん待ちきれないということですので、早速ですが撮影タイム入らせていただきたいと思います。お時間ね短いですけれども、集中してギュギュッと皆さん撮影お楽しみください。はい、今ですねご紹介それぞれありましたけれども、私の方からね BGM 代わりにさらりとご紹介してまいりたいと思います、まず皆様から向かって一番左側、赤い衣装がとってもプリティーなサードイメージガール、木村楓ちゃん、せーの、楓ちゃん、かわいい、ありがとうございますね。とってもフレッシュ、今年レースクイーンデビューのかえぴょん、開幕戦涙ながら半分で泣きながらご挨拶してくださった姿を私は今でも胸に焼き付けておりますが、そんなかえぴょんがなんとレースクイーン大賞新人賞グランプリです。おめでとうございます。感動、泣いちゃう、感動ね。ここからねどんな素敵なトップクイーンにこう駆け上がっていくのかね、カエピョンの未来がとっても私は楽しみでなりません。もうこれだけね英才教育、こんな素敵レースクイーン業界のねトップ中のトップ、こんなね先輩たちに囲まれているんですからね、カエピョンもね絶対素敵なトップクイーンさんになってくれると思います。皆さんぜひぜひ応援よろしくお願いします。ちなみにですね、ブログへみんなの感謝、オートスポーツにもね、インタビュー記事掲載されています。まだ見てないなんて方いらっしゃらないと思いますが、ぜひぜひチェックしてください。そしてそのお隣、宮瀬ななみちゃん、せーの、ななみ、ありがとうございます。はい、手へした後は拍手です。もうこれはね、パブロフの犬みたいに、ね、習慣化してください、ね、ななみの手へを見たらについつい拍手してしまう、これは不正にしてください。はい、でそんなねななみもね本当に今年の夏大活躍ですね、まあ、スーパー GT はもちろんなんですけれども、ブリヂストンをサポートさせていただいておりますスーパー耐久のねイメージガールとしても大活躍、水死のメンバーとして歌とね踊り披露してくださっていますが、8月13日なんとねサーキットの枠を飛び越えましてミニライブ開催されます。ぜひですね皆さん SNS などチェックしていただいて、まだねななみの歌とダンス見てないよなんていう方は GT だけじゃなくて水死さんとして、ね、活躍するななみも応援してください。さあそしてそのお隣、太田あさみちゃん、せーの、あさみ、わあかわいい、なんかねあさみね今回のおさみちょっと私ね大好きなんですよね。なんかねもともとねなんかちょっと雰囲気が大人っぽい感じでなんていうのクールなイメージがねあったんですが、ね、なんかねここ今回のおさみはねそれプラス可愛らしさをねすごい感じちゃって、なんかいいことあったんでしょうかね、気になりますね。ちょっとアサミンから目が離せませんね。あのねアサミンもねもうリーダー的エース的な存在として活躍してくれています。このサーキットを超えてスーパー GT を盛り上げるためのイベントにもね出演してモータースポーツを盛り上げていますので、皆さんぜひぜひご注目ください。じゃあそしてそのお隣、林さくらちゃん、せーの、さくちゃんありがとうございます。さくちゃん今回グリッド担当、はい、ありがとうございます、拍手、これはもうね取りに行くしかありませんね。はい、ぜひですねグリッド上で輝くさくちゃんね応援してください。まあ、さくちゃんもですね夏ね大活躍なんですけれども、近々でね皆さんにお会いできるかもしれないのは撮影会が8月30日東京リリーのオンラインでの撮影会を開催されます。いつもね毎回あっという間に満員になってしまいますので、皆さんまだまだという方はお早めにチェックしてください。さあそしてそのお隣、マコーズガールズの生田ちむちゃん、せーの、ちむちむありがとうございます。さっきですねちむちむが手に持っていた日焼け止め、実はですね心が綺麗な人にだけ見えるというね幻の日焼け止めですね。はい、皆さん見えてますか。見えてますか。大丈夫ですか。はい、やましい心を持って写真撮影している人には見えていません。
ね、純粋にこうファンとして応援してくださっている綺麗な方にだけ見えます。でもし見えないという方はもうこの後すぐブースの方にお急ぎいただきまして、ね、ゲットしていただけば、いただければ、はい、あのね、綺麗な心になれますので、ぜひ、ね、日焼け止めとして活用ください。まあ、チムチムも、ね、非常に大忙しの夏を過ごしていらっしゃいます。ただですね、チムチム今年最後かもしれない、浴衣でのチムチムを撮影できるチャンスがございますよ。皆さん8月12日スティルの撮影会、そして13日スムース撮影会、こちらはね、もしかしたら今年最後の浴衣チャンスかもということですので、まだ予約枠あるかな、奇跡的にあったら速攻予約してください。はい、そしてそのお隣です、滝川めぐちゃん、せーの、めぐめぐ、はい、ありがとうございます。はい、めぐめぐね、私昨日もね申し上げたんですけれども、皆さんちょっとここ最近のめぐめぐ気になりませんね。前回からもダイエットにも大成功し、さらにですね、まあ、昨日ね予選来てない人、拍手は起こってますね、拍手が起こってますけれども、昨日来てない方のためにめぐめぐ一つ変わったところがあります。前回の鈴鹿から何でしょうか、せーの、前髪、そうなんです、ね、はい、めぐめぐ前髪できました、似合うと思う人大きな拍手、はい、ありがとうございます、ね、昔からね、チャンスの女神は前髪しかないって言われてますからね、はい、そうなんですよ。なのでね、めぐめぐね、なんかね、こう可愛らしい雰囲気になってね、また一段と、ね、素敵な、ね、輝きが増しました。ぜひですね、皆さん、この後ですね、39号車の女神たちを追いかけて、夏ね、最高の思い出作っていただきたいと思います。さあ、それではそろそろお時間となりましたので、よろしいでしょうか。はい、じゃあ最後ね、もうね、ステージの方お時間ないので5秒前と勝手にさせていただきます。視線が欲しい方はどんどんアピールしてね、視線集めてください。それでは撮影終了、5秒前、4 3 2 1 0、はい、そこまでです。お疲れ様でございました。はい、さあではですね、最後にちょっとね、この夏、イメージガールの皆さんからの大きなプレゼント、サードさんからのね、大きなプレゼントがあるということですので、ちょっと、はい、皆さんにお伝えいただけますか。はい、ここでサードからお知らせがあります。次戦の GT 鈴鹿戦の予選日終了後に、なんと私たち TGR チームサードファンミーティング2023が開催されます。嬉しいですね。コロナが明けて、こうファンの皆さんと交流できる機会をいただけて、とってもメンバーも楽しみにしています。あのドライバーさんのトークステージなどレースクイーンのトークステージもあったり、いろいろサインがかけたり、本当に盛りだくさんの内容なので、ぜひ皆さんに来てほしいです。参加の申し込みがあさってまでです。8日の17時までなので、ぜひぜひ皆さんの参加お待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、そして今回の富士戦でですね、私たち TGR チームサードの新グッズが販売されました。やったー、はい、あー、それこちらの、はい、かわいいウサミのタオルなんですけれども、こちらはなんとですね、私たち TGR チームサードのレースクイーンの名前入りのウサ耳のタオルとなっております。こちら50枚限定で残りわずかとなっておりますので、ぜひ皆さん、ゲットの方よろしくお願いします。お願いします。はい、ではね、本日の決勝レース39号車10番手スタートとなりますが、皆さん今日も私たちと一緒に熱い応援の方よろしくお願いします。それでは皆さん、私たちと一緒に39号車レースオンゴベルコサード GR スープラに熱い熱い応援をぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。バッチリ決まっておりました。はい、皆さん今一度大きな拍手をお送りください。今ポーズガールズ滝川めぐちゃん、いくちゃん、ちむちゃん、そしてコベルコガールズ、コベルコガールズ、すいません、林さくらちゃん、早く言おうかなと思ったらね、噛んじゃった、太田あさみちゃん、そして宮瀬ななみちゃん、サードイメージガール木村楓ちゃんでした。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、
じゃあ今日一日暑いけど頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。うわー、この衣装もすごい似合ってますね。皆さんどっちが好きですか？